カズ兄さん、わさっぴさん、タコさん、ありがとう。おはようございます。ふう、めっちゃ寝起きだよねってよくわかったね。なんでわかる？やっぱ寝起きってやっぱわかるっちゃね。だって前髪をどうにかしたいわ。これは前髪パラパラにしたらさ、寝起きってわからんじゃない？めっちゃ寝起きだよ、部長。本当に寝起き。今日寝起き何分やと思う？みんな。髪の毛反抗期よ。ちょっとさ、反抗期すぎる。ね、5分じゃないよ。5分はさすがにさ、5分そっちはさすがにやらん。5分やったらやらんわ。おはよう。3分、待って、そんなひどい？そんなひどいですか？寝起きというかまだ寝てるよね。まあ寝てますね。はい。待って、前髪をさ、やっぱさ、どっかした方がいい。これでいいか。じゃあ待って、リップ塗ったらいいんじゃない？リップ塗ったらさ、寝起き感なくなるじゃない？ちょっとリップ塗ってみるわ。そうする。寝起き何分やと思う？うん、寝起き感軽減される。しゃあ、寝起き感軽減されたわ。やったぜ。寝起き感がいいですか？本当？じゃあリップ落とそうかな。リップ落とそうかな。落とそうかな。よくなった。よっしゃ。朝から記事の顔を見ると、今日も元気で頑張ろうと思います。元気に頑張ろうと思います。ゆみさん、ありがとう。おはよう。ゆんちゃんは寝起きあんま痛くないけど、今日は寝起き12分。12分更新してしまった。昨日寝起き14分だった。おはよう。アッキーさん、ハートありがとう。ありがとうございます。今日はそう、今日はね、みんな、むちゃんは寝起きなのよ、昨日よりも。明日から8時半にしようかって。8時半？いや、ちょっとさ、今若干疲れてるだけなんですよ、多分。いや、全然だけど。いや、寝る時間だね、やっぱこれは。うん、ゆちゃんが兄の起こす人を知ったらどういう起こし方するって。え、名前呼ぶよ。名前呼ぶ。名前呼んで、名前呼ぶ。名前呼びます。うん。兄の起こすときは、〇〇くん何時だよって言います。星ネギカウントオッケー、ありがとう。幼稚園行ってくるねって。送ってらっしゃい。うん。星集めしてなかったから今星集めしてます。嬉しい、ありがとう。皆さんぜひ参集できたらお願いします。
ね、起こしません。朝から飲むヨーグルト、ああ飲むマンゴーヨーグルト、どう？美味しい？おはよう。ごめんみんな、今日は寝起き12分なんだ。12分ぐらい。今日はね、昨日は7時46分に起きて、今日は7時48分に起きちゃった。いや本当はね、いや本当は7時4分に目が覚めて、次に7時40分ぐらいに目が覚めたんだけど、まだ寝たいっていう頭になっちゃった。 AB 型だからさ、許してAB 型に頼る。おでこサンシャインさん、ハートありがとう。おでこ好きなのかな。明日は寝起き5分を目指しましょうね。嫌です、寝起き5分は配信しません。ほんと目覚める、ほんとに。ソラカツリップしたけどまだ見ましたかって、待って調べる。ちょっと待ってね、ソラカツさどうやって書いてる。あ、他のタグもつけてくれてるかな、もしかして。そう、エビ型はさ、こないだ言ったやんみんな、エビ型は眠いって、眠いって。え、でもふーちゃんちゃんと6時に5時起きの日にめっちゃ目覚めいい時もあるからね。みんな寝る時間ですよ。昨日はね1時半ぐらいに寝た。ちょっと待って、何だったっけ。あ、何これ、ヤフー開いてた、違う、え、サラの、あ、ソラカツで検索したいわ。ひらがなかな、漢字かな。国陽さん、タコさんありがとう、おはよう。タタタタな、わ、嬉しい嬉しい、わ、美味しそう、最高じゃん。隣のスイカも気になるわ。するのって何？どういうこと？何するって？歌いませんよ、朝から。あと朝はね歌いません、うん、あ、そういうこと。お話し会の時は服買ってすんの、買います買うか、あのお気に入りのものを見つけてお家から着たりする気になる。スイカ食べたい、スイカスイカスイカ、うん。今日は寝起き12分なんです。皆さん、え、でももうさ寝起き感なくない？あんまり、あんまないね。しゃあドゥドゥドゥルドゥルドゥルルルルン。今日はねちょっとあのお腹が鳴るのが嫌なので恥ずかしいので、あのあれです。え、なに、昨日踏んだスイカ。踏んでません、踏んでません、切ったんですスイカ割ったんです、割ったんです。そんな縁起の悪いことみーちゃんができると思いますか昨日の配信見ながらスイカの1個食べた、え、スイカ、スイカ1個食べたってこと。え、顔見えたのに満足ですって、やった、めっちゃ寝起き感出てますよ。嘘、まだ寝起き感出てる、嘘だ。ちょっとあのお茶飲ましてうん
はい、ルイボスティー最高です。おはよう。え、勘違い勘違い、踏んだは勘違いだよ。ダメダメ、踏んだとか言っちゃダメですよ。そんな縁起の悪いことじゃしてません。当たったんです、当たって割れたんです。カズ兄さんはめっちゃ食べる AB 型です。一緒 AB 型、嬉しいね。 AB 型一緒だときっと気持ちを分かってくれるはずだ。そう、今日はね、今日は、お腹が鳴るのが昨日恥ずかしかったので、朝ごはんを持ってきました。寝起き12分で、じゃあ顔洗ったりいろいろやったりして服着替えて、服着替えてバーッとパンとお茶を持ってきましたよ。一応みんなご飯食べた？何食べた？何食べた今日？ご飯が良かったけど、パンにしましたね。電車の中早っ。サウナの中になるともう終わる時間ってなるのに。本当？ 6 時半に起きてた、早い。バイト頑張って、ありがとう、いってらっしゃい。みんなご飯食べましたか？左利き RH マイナスです。左利きってさ、天才って言うね、確かに。食パンにバターつけて食べた。早い早い。4時まで仕事してた。ちょっと糸ちゃん寝てよ。ありがとう来てくれて。今行きつけのコーヒー店で配信見てるんだけど、店員さんがうなずいてきた。今日も嬉しい、店員さん。おはようございます。僕は5時に起きます。早っ。カズ兄さん、タコさん、ありがとう。あ、今日はちゃんと変わってる日付。待って、お腹鳴りそう。朝ってなんでこんなお腹鳴るの、びっくりする。とりあえずじゃあ見て、パンはねこういうの。みんなさ、お菓子とかさ、なんか途中のもの止めるのってどうやって止める？お腹鳴るの嫌やから、ソロノの配信前に食べるね。いや、関係ない関係ない、大丈夫、関係ない関係ない。お腹が鳴るのに元気な食、まあ、確かにね、確かにね。今日の朝ごはんはコーヒーとソーセージとレタスとトマトを挟んだパンとバナナ。じゃあ朝食ですね。コーヒー店で、じゃあ私は今からちぎり黒糖リングを食べたいと思います。それではカースのカーコさん、花束ありがとう。それではいただきます、いただきます。朝ごはん、あ、コーヒー店ではない、なるほど。僕の朝ごはんは贅沢にパンとプリンと牛乳、え、最高。全然いいよ、直し忘れ。おはよう。昨日の回転寿司で2台のスマホを使って星集めしてるのちょっと恥ずかしかった。嬉しい、え、嬉しい、ありがとう。サラカツじゃん。じゃあいただきます、本気で。
ちぎり黒糖リングのね、一かけら。これ食べる。これ食べる。これ4つついちゃってちぎって食べるタイプのやつ。うん。あー、お腹だった。はい、いただきまーす。いただきまーす。なんかクリームが中に入ってるんですよ。みんなも朝食食べてください、ちゃんと。黒糖パン最近ハマってるんで、バイキングあったらサラの何を取るか見てみたい。あ、バイキングか。どういう種類で？何パンって。ちぎり黒糖リングパンのなんか4つついてるっちゃけど、それをちぎって食べるタイプの1つ。がっつり食べてからお腹鳴ったら悲しいね。飲み物？飲み物やったらバイキンがオレンジジュース、オレンジジュースかな。オレンジジュース飲みます。ああ、朝やったら牛乳も飲むかも。朝じゃないわ、まあ、いつでも牛乳も飲むかも。バターじゃないよ、これはね、真ん中に入ってるのはミルク風味シュガークリームらしい。野菜だったら、あ、野菜はレタス。そうね。パンはレンチンする人？物によってはするけど、でもレンチンするのは焼きたいよね。焼きたいかも。みんなはどっち派ですか？でもさ、バターロールとかは、違うな。なんか中にさ、あるじゃん、入ってるやつ。トースター派、わかる。アッキーさん、くまちゃんありがとう。レンチンじゃなくて焼くなんておしゃれやん。焼く派かな。乗り換えるってありがとう。また午後見に来てください。
ごちそうさまでした。スイカ食べたいな。スイカ食べたい。うん。これはね、今月の一押しらしいよ。魚油パン大好きです。魚油パンさんのやつです。めっちゃ美味しいから食べて、みんなも探したら、見つけたら食べて。あ、本当だ、熊本かも。熊本なのかな。スイカ食べようとしてた。うそ、もう飲み物用意してないなーって。今飲み物あるよ、ルイボスティ。ランさん、タコさん、ありがとう。みーちゃんは袋は畳むタイプです。みんなさ、ゴミ捨てるときさ、どうやって捨てる？どうやって捨てる？大きい袋の時、パンが入ってるやつとか、お菓子が入ってる袋とか、どうやって捨てますか？コンビニのパン何が好きですか？うん、メロンパンかな。やつづちゃんのアバターゲットした、やった。普通に捨てる、そのままっぽいって。メロメロメロン食べたい。夏空のもらってきて。確かにメロメロメロン、そろそろ食べたいわ。メロメロメロンでも季節終わっちゃったかな。そのまま捨てる。うちはそのまま捨てないんですよ。うちはこんな感じにして捨てます。三角に折ります。こうやってポイしますね。よくコンパクト、コンパクト。うちはいつもこうやってやってます。いつもこうやってやってます。コンパクトにね、やんなきゃ。そうですね、案外几帳面なんやなって。まあ一応 AB 型ということで、 A 型なんだよ。A も入ってるね。いや、メロメロメロン売っちゃったと思うよ。売ってるよ多分。うん。でも旬は何月やったかな、6月とかやったかな。うん。カズ兄さん、タコさん、ありがとう。そう、エビ型なんですよ。小さい袋はどうして。小さい袋も畳みますね。基本これぐらいの袋も畳みます。まあ時間ないときは畳まんけど、時間あるなら畳みます。仕事始めるって言ってらっしゃい。そうですね、袋はじゃあ畳むタイプです。うん。エビ型って几帳面かって。そうね、まあ、確かに適当、気まぐれ。確かに確かに、そうかも。メロメロメロンバリうまいよ、食べてほしい。メロメロメロンみんな食べて、本当に美味しいから。うん、めっちゃ美味しいから。うちの樹脂用のゴミ袋溢れそうやから畳に切ってて。ちょっと嫌です。エミさんは、エミアバターは今朝も当たりませんでした。悲しい、当ててよ。
レミティスがおそろい言ってた。おそろパンおそろ。どこで売ってるって。あ、このパンですか。これはスーパーかな。余裕パン大好きです。もちもち黒糖ちぎりパン、なんか4つついてるやつだから、なんかこまめに食べれるタイプのやつ。メロメロメロンはね、宮崎のブランドなんだ。そう、宮崎に売ってます。そう、小林、うん、ありがとう、来てくれて。ドゥンドゥ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 。みんなもご飯食べた？そう、メロメロになれるんです。メロメロメロン食べたら。メロメロメロンはその名の通りメロメロになれる。いや、違うんですけど、そう、あの気分的にはメロメロになります。そう、待って、メロメロメロン、メロメロメロン食べたことある？みんな、その前に。めっちゃ美味しいから。メロン、小林のメロメロメロン食べたことある？なんさん、くまちゃん、ありがとう、嬉しい。食べたことありますか皆さん。アールスメロン、そう、糖度がね14度以上なの。そうだからめっちゃ甘いんです。そう、あ、そう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 、形大きさが、そう、網目模様の美しいものだけをメロメロメロンってネーミングを与えられるんですね。そうそう、メロンにはカリウムが多く含まれています。カリウムは有形なナトリウムを体外に排出する効果があり、高血圧や動脈効果の予防にもなると言われています。またお肌の美容や利尿作用にも効果があります。ああ、牡蠣と陶器があるよ。うん、ある、ほんと嬉しい。そう、ある、そう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 。え、さすがソラノン、さすがソラノンファンだね。パンじゃないようだ、メロンです、本物の。うん、牡蠣が4月下旬から7月、あ、まだいける、まだいけるよ、まだ間に合う。冬季が11月下旬から1月らしいです。はい、秋にはあまりないのでね、ぜひ皆さん急いで食べてください。メロメロメロンマジで美味しいから食べてほしい、本当に。メロメロメロンはめっちゃ美味しい。うん、種嫌いって種食べんくない？きるくない、うん、メロメロメロン、そう、メロメロメロンはよく箱で買ってました。なんか2玉入った箱とかあるとよ。そうそうそう、2玉入った箱があって、それをよく買ってますね、買ってましたね。うん、めちゃ甘くて美味しいです。糖度14度以上なので。あー、メロメロメロンはね、さすがになんかスイカより足終わる、あ、スイカよりさ硬いがね、割れん割れん。サーノンのバターが欲しいですって。サーノンのバター当ててください。うん、今回のこれ七夕仕様、めっちゃ可愛いよ。ぜひ。
そう、メロメロメロ、みんな食べたことないならちょっと損しちゃうかも損しちゃうかも。普通のメロンより何億倍も美味しいから食べてください。そう、あ、アバター今日までか。皆さんぜひ。あ、でも、あ、よ、あ、うん、ナンさん、リボンさん、こちらのアバターありがとう、嬉しいよ。めちゃとったメロン。空野の足切れ目、あ、切れ味やったら、空野の足の切れ味やったらメロンでも綺麗に割れるって。いや、メロンさ、中がジュクジュクになっちゃうよ。いや、まあスイカもそうやけど、でもメロンの方が周りは割れづらいと思う。メロンはさ、包丁じゃないと切れないって。それか落とすか。いや、絶対やだ。おはよう。うん、そうですね、朝だ。皆さんぜひ何事も挑戦するのが大事やでって。うちの足の心配してよ。でも昨日はたまたまなので、たまたまのあの切れ味すごくない。でもすごいよね、すごいって。本当にあ、ちゃんと写真撮ればよかった。うん、動画しか撮っちゃらん。ありゃ、みちゃんさ、ピンクさんもう一本あったと思うんだけど。ああ、なるほど。え、嬉しい、アバター当たっちゃうやん、嬉しい。ごえんさん、やったら嬉しいよ嬉しいよ、やったぜ。生まれて初めて見ました、あんな風にスパッと切れ方。嘘、足で本当？嬉しい、生まれて初めてよ、やったぜ。当たっちゃったって嬉しすぎる、ありがとうだ。でも名前が、名前がね、名前がねうん、嬉しい、みんなありがとう。お誕生日キャンペーン達成済み、ありがとうございます。皆さんありがとう、嬉しい、ありがとうございます、うん、サノンは蹴ったりしません。ありがとう、嬉しい、やったこれショールームイベント中でももらえる？ちゃんともらえる？もらえるかな？嬉しい、皆さんありがとうございます、嬉しい。クマ2匹目、そう、クマさん2匹目、そう、クマさん2匹目、嬉しい。前はクリスマス仕様？クマちゃん、クマちゃんがもらえる、やった、
くまちゃん、嬉しい、なんさんお仕事頑張ってね、ありがとう。朝なのに2081人はありがたいですね、ありがとうございます。誕生日仕様、誕生日仕様って何？ケーキが上に乗ったりとかどんな感じかな。クマのぬいぐるみとプレゼント、プレゼントって何？何？アバター今日までと聞いて少しほっとしましたって。当たったってこと？おめでとう、嬉しい。少し集めてきたって、ありがとう、コンペイトー、ありがとう。よいしょ。おはよう。皆さん50カウントと星投げ3周よろしくお願いします。あと20分ぐらいあるので。うん、空がつけも頑張ってよ、みんなの任務だよ、うん、あ、アバターは来月も同じのあるってだってよ、うん、あ、確かにそういうことね、確かに。す、危ない危ない。危ないね。危ない危ない。よかったよかった。よかったよかった。うん。よかったよ。確かに、続けそう。あ、これから右足か。わー、待って、利き足だったら辛いね。頑張ってね、本当に応援してる、頑張って、絶対つらい、うん、頑張ってください、きっとうまくいきます、絶対に。いってらっしゃい。今日のお昼はソラカツでいきなりステーキ、ちょっと待って、ソラカツでいきなりステーキとはチキン南蛮ではなく、まあいいでしょう、ソラカツ乗せてください、ぜひ。頑張って、頑張ってください。すごい、今からか、いや朝から、朝からするんですね。うん、職場に作ってありがとう。うん、誕生日キャンペーンとアバター、確かに、なんかアバターあるけど毎回これ違うじゃないと、一緒違うと、何ヶ月間か一緒ってこと。うん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 、ドゥ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 、おはようございます、皆さん。ファミマのマンゴー、サラノンが言ってたのなかった。え？アイス？それはきっと人気すぎて売り切れだ。はやぶさ、ありがとう。くまちゃん、ありがとう。ありがとう。かわいいくまちゃんがいっぱい寝てる。嬉しい。ちょっと待って、
これはさ、クマタワーになるのかな。クマちゃん、ありがとう。ちょっと待ってくださいね。ありがとう。仕事行ってくるって言ってらっしゃい。デザートにマンゴーの何かを食べたらそういう感じになる。え、なるよ、なるなるなる。なるっす。なります。デザートにマンゴーを食べてください。マンゴーの何か。ヒューガナッツでもいいし。もう何でもいいですよ。宮崎に関するものであれば。なんでもソラ活になりますよ。それはちゃんと報告してね。今日も頑張りましょうって。えい、昨日家に牛タンが届いたのって。牛タン、でも食べたいわ。牛タンいいね。牛タン、トゥ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 。で、クマちゃんってさ、どう書いたらうまく書けるわけ？あお。てん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 。おお、いつもより前かも。久しぶりにマンゴークレープ。え、いいやん、マンゴークレープ。ソラ活になるやん。食べよう。決まり。はやぶさー、ありがとう。せーの、あ、待って、せーの、うん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 、ありがとう。取れたかな。ありがとう、嬉しいよ。はい、ちょちょ、取れた、よかった。みんな、あの、ソラ活してください。朝から、うん、クマうまいからモアイみたいな名作が来たり。確かに今日のクマさんはめちゃくちゃうまい、上手。待って、牛タン1キロ？待って、1キロってさ、待って、1キロって結構悪くない？え、1キロよね。え、めっちゃあるやん。1000グラム。すごっ。それ、うちのものもある？うちの分もある？今朝からめっちゃソラ活ね。みんなソラ活ありがとう。ぜひマンゴーとかなんか宮崎に関する食べ物とか食べたり飲んだりして元気出してください。うん。おはよう。確かに、確かに1キロってさ、どんぐらい、どんぐらい。あ、でもあれか、有吉ゼミのあの大食いとか
2キロとか4キロとか食べてるもんね。確かに。ああいう量って考えればいいのか。そう考えたら少ないかもね。でも牛タンの1キロはさ、すごいよ。長崎の中華街行ったことありますか？うちね、長崎行ったことないっちゃわ。そう、まだファミマのアイスのとこ探してなかった。へえ。だからそれは売り切れなんだって。売り切れだよ。売り切れか、まだ入荷されちょらんか。昨日からやからね、入荷まだかも、うん。あ、でも他のスイーツあったならあるか。アイスだけ遅れてるとか。売り切れってサラモン効果すごいなって。マンゴーはね、マンゴー効果はねすごいですよ。マンゴー人気やもんね。夏といったらマンゴーって感じじゃないですか。マンゴーは最強なんで。うん、そうね。みんなマンゴーで疲れを癒してください。うん。そういえばね、ネイルハゲてきたからね、ちゃんと昨日塗り替えたら、昨日はちゃんとあのお利口にちゃんと待って、あの配信前にね、配信の1時間前ぐらいに塗って、ずっとちゃんと触らず置いてたので綺麗に塗ることができました。そう、同じ色だけど綺麗に塗れた。おはようグルペット、おはよう。サーノンのおすすめよく売り切れますね。本当？本当？嬉しい。もう一回見せてっていいよ。はい。イエイ。イエイ。綺麗に塗れたの。めっちゃ綺麗に塗れたの。うん、これかっこいち綺麗かも。綺麗だよね。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。そう。うん。トゥ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 。もう一回クマ描いてもらえるって。え、もちろん。でも本当に無理はしないでね。うん。レッドさん、おはよう。おはよう。おはよう、おはよう。もうあと少しだよみんな。午後になっちゃうよ。次会うのは、次の配信はね、待ってね、ちょっと待ってね。待って、何時になるかな。何時がいいんだろう。はやぶさありがとう。くまちゃんありがとう。次は多分、待って、そうね、3時半ぐらい、3時半以降とか
ならいけると思う。うん、3時以降とかいける気がするから、また連絡しますね。うん、ありがとう。ちょっと待ってね。なるほど、くまちゃんって、なるほどなるほど。ちょっと待って、こうやって帰ってみよう。待ってね、3時以降で期待してるわって、嬉しい。待っててください。ありゃ、待って、あ、待って、これは目が大きすぎるね。まあまあ、でも、あ、確かに確かにこんなんだわ。え、ちょっと待って、ネズミになっちゃった、やばいやばいやばい。あ、でも可愛いかも。あう。よし。電波悪くなっちゃった？あやま。今見れない？まあ一応。一応ね。せーの、イエーイ。じゃあまた次の枠で言ってください。かわいいよ、くまちゃん。うまく描けた、うまく。うまいやろ、うまいやろ。たまには失敗も、まあ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 、ちょっと星をつけることで可愛く見えてしまいましたね。見えてしまいましたね。そう、このお星様が重要。めっちゃいい味出してくれる。あ、待って、あと4分しかなかった。4分しかなかったからランキング見ましょうか。あと5分前。ありがとう。待って、3分前だよ、3分前だよ。あ、4分前だ、5分前か。ありがとう。ランキング13位、さとしさん、ありがとうございます。12位ひでとさん、ありがとうございます。11位リボンさん、ありがとうございます。10位伊賀の藤丸さん、ありがとうございます。9位カラスのかおこさん、ありがとうございます。8位こうちゃん、ありがとうございます。7位国陽さん、ありがとうございます。6位わさっぺさん、ありがとうございます。5位アッキーさん、ありがとうございます。4位西村オルタさん、ありがとうございます。すごい、初めて名前呼んだ、嬉しい。そして3位はカズニー、あと359日、ありがとう。2位ナンさん、ありがとう。そして1位ははやぶさ305アットマーク
空大地さんでした。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。2分までですよね。ありがとうみんな。サーノン今日も一日無理せずに頑張ってて、おー行ってきまして、ソラ活メインで仕事は後回して、ありがとう、頑張ってね、いってらっしゃい。皆さん次は午後、まあそうですね、4時、いや3時以降にやりたいと思います。はい、皆さん見に来てください。うん、そうだね、そうね。カズ兄さん、だるまさん、ありがとう。はい、皆さん、あと2分なのでそろそろ終わりたいと思います。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんぽい、チョキでーす。カズ兄さん、ハートありがとう。3時までにそら活終わらせるわ、ぜひ。チョッキン、チョッキン、チョッキン、チョッキン。イェイ。はい、皆さん。じゃあ、午後もというか、今日も一日、元気いっぱい頑張りましょう、皆さん。いってらっしゃい、みんな。じゃあ、3時以降に待っていてください。うん。1時間前にはちゃんと連絡するようにするので、皆さん捨て星できるかな。もう皆さん星集めよろしくお願いします。今日はゴーヤとキュウリ、どういうこと、食べるってこと、いいね。じゃあみんな今日も頑張りましょうね。アバター外れた、わお。じゃあ皆さん今日も頑張りましょう。Have a nice day. バイバーイ。